時は世紀末。世界は最終戦争の豪華に包まれた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は死滅していなかった。世は再び暴力が支配する時代になっていた。偵察隊の奴らが何者かに。誰がこんなことを。ジードのメンバーと知ってのことか。ジード、それにしても死体が変だ。全部体の内部から破裂したような感じだ。ジード、まだ息がある。何があったんだ。北斗。今から数時間前、ありがとうございました。おかげで水を無事に届けられました。どうぞこちらへ。ささやかですがお礼をさせてください。ずいぶん喉が渇いている様子。町から水を取ってきます。少しお待ちを。
王に逆らうやつは皆殺しだ。ありがとう。早く鍵を！何をグズグズしてんだ！てめえだってこの村に盗みに入ったんだろうが、早く逃げねえと殺されちまうぞ！このクソタコ！何しやがるんだ！すまんな。水をもう一杯くれんか。お前が逃げたらあの子はどうなる？はっ、こんな時代に何を甘いこと言いやがる。なあ、正直に言えよ。てめえだってどっかでこの村の噂を聞いてきたんだろ。この村には水がある、食料もたっぷりある。力のある奴がこれを奪い、そして生きていく。暴力が支配するんだ。なあ、あんた名前は？ケンシロウ。俺と組まねえか？けっ、バカ野郎、気取りやがって。返事ぐらいしろよな。
ありがとう。生き返ったよ。でも大丈夫か？こんなことをして。俺はケンシル。お前は？こいつは耳は聞こえるけど喋れねえんだ。まあ、最も無理はねえけど、親兄弟を野盗に目の前で殺されちまったんだ。身寄りがない上、村では厄介者扱いだよ。生まれてこなかった方が良かったんだ。辛いか？おい、何のまねだよ。あとは彼女の心次第だ。心の叫びが言葉を誘う。長老が変えられた。調べろ。ジードの一味だったら体のどこかにジードの入れ墨があるはずだ。オクトス七星、死を司る星、不吉な奥と現れるところ乱あり。大変だ。ジードだ。ジードの奴らが。リンも来い。お前も戦うんだ。あいつ完全にお前に惚れちまったぜ。てめえが殺されると分かってっから鍵を置いていけたんだ。相手はジードだ。奴らは女子供だろうが容赦なく皆殺しだ。あれ、くそ。
この小娘の首を引きちぎるぞ。その子を放せ。北斗神拳、神国より伝わる恐るべき暗殺拳がある。その名を北斗神拳。肉体の経絡により衝撃を受けた。内部の破壊を極意とした一撃必殺の剣。なんだてめえは。あの村に居座らねえんだ。よう待ってくれよ。俺は待っとってんだ。どうして北斗現れるところ乱ありと言ってな。剣は我々のために、この村のために出て行ったのじゃ。